今、鹿児島市東千国町の FM 鹿児島のスタジオで揺れを感じました。大きな揺れ、強い衝撃を感じるときには、落ち着いて身の安全を確保してください。照明など上から落ちてくるもの、食器棚やタンス、大きな家電製品など倒れてくるものに注意をしてください。新しい情報が入り次第お伝えいたします。 繰り返します。今、鹿児島市東千国町の FM 鹿児島のスタジオで揺れを感じました。大きな揺れ、強い衝撃を感じるときには、落ち着いて身の安全を確保してください。照明など上から落ちてくるもの、食器棚やタンス、大きな家電製品など倒れてくるものに注意をしてください。えそして今、 情報が入ってきました。え、気象庁によりますと、えー、先ほど午前9時33分頃、鹿児島県で震度4の地震を観測しました。各地の震度は、震度4が鹿児島県薩摩となっています。震源が海底の場合、津波が発生する恐れがあります。今後の情報に注意をしてください。また新しい情報が入り次第お伝えいたします。